僕大好きでして好きでしょ。あかり今マジで激推し、うん、本タメ。さあ今回も本タメ始めていきましょう。あかりんです。たくみです。最近読んだ漫画6作はい、ご機嫌ですよ、いつもいつもご機嫌ですよ、うん、確かにういつもご機嫌だわ、うん、服違いますね今日はもう季節のね、変わり目ということで変わり目なので、はい、あかりんだ今日半袖先に来ちゃったもう変わり目変わり目変わり目だから、うん、そっかということで、はい、やっていきたいと思います。新作の本だったり、はい、昔の本だったりいろいろね、うん、その時に読んでる本をご紹介していきたいと思います、うん、はい、本ためということで1作目こちら、うん、いやはやあたみくんという漫画をご紹介したいと思います。いやーなんだこれは熱海の話は何度か聞いたことあるけど熱海の話は普通なんだよ。もうなんか、うん、思春期の男の子の青春ものっていう感じで、うん、めっちゃ好きなんですけど、はい、これでその熱海くんっていうのは、まあ、主人公男の子なんですけどね、うん、彼はもう学年一のイケメンなんです。あら、うん、もうイケメンイメージと違うなタイトルとなんかいやもうねすっごいすぐ女の子から告白されちゃうぐらいイケメン。イケメンだね。でもその熱海くん的には、うん、あ全く僕の顔がいいばっかりにって困ってんのもうちょっと困っちゃう。読むのやめるわ読まない読んで読むのやめるとか言わない。でそれで、まあ、そのなんかどうしようかなって思ってるんですけど、うん、まあ、この熱海くん本人は男の人が好きなんですね。あなるほど。で、はい、しかも惚れっぽいんですよ。あ逆にそうだからすごい女の子が惚れられて告白もされて、うん、うん、困ったなって。でもなんか、うん、なんでそんなすぐ僕のこと好きって言うんだろうなみたいな、え顔がいいから好きって言ってるのかなみたいなこと思うけど、うん、本人はなんかちょっと優しく挨拶とかしてくれた男の子のことすぐ好きになった。なんだそりゃなんでお前って思うんですよ、うん、理解してやれよじゃあそうそうそう理解してやれよ女の子たちのことを思うんですけどそのあたりくんが、うん、足立くんっていう一個年上の、うん、学校の先輩、うん、とまあ仲良くなっていくってお話なんですね。で結構だからがっつり日常系の漫画なんですよ、うん、こう人間関係のお話がメインなんですけど、うん、結構絵がすっごいシンプルなんですよ。なるほど、まあ、漫画もさ、うん、こうゴリッとした絵もあるし、うん、まあ、シンプルめの絵もあってこう、まあ、どちらも魅力的だと思うんですけど、うん、あと僕はなんかすごいシュッとしたイラストなんですよ。確かに、うん、少女漫画みたいにこういわゆるスクリーントーンみたいなのがあって、うん、キラキラしてる感じでもなくシンプルだから本当に彼らの日常をなんか覗き見してる感じなんですよ、ね、なるほどシンプル。確かにそうピュート吹くジャガーみたいな感じあれなんだろう味のある線って感じだよね。そうなんだよねなんか、うん、あそこまでいかないけど結構でもシンプルめ、うん、でもそれがすごく読みやすくて、うん、彼自体はまっすぐなんだけどなんかちょっと抜けてる感じがして私はそこがすごい魅力的だなと思うし、うん、その足立くんっていうね男の子またすごくいい子で、うん、なんかねいいやつらが多い。高校生だっけ。高校生。これ舞台は都会なんですか。なんか、ね、田舎、いや全然田舎じゃないです、うん、普通の町町、うん、それもなんか良くて本当に彼らのことをこう見てあなんかこういうピュアな思春期いいなって思いながら見ちゃう漫画ですね、うん、なんかこの漫画がすごいの2024のあれ女編男編ってあって、はい、あれの女編の3位かなんかに入ってたんで、やっぱ最近注目も高い作品ですね、うん、おすすめ。ありがとうございます。じゃあ僕のやついきたいんですけど、うん、これ紹介したことあったかどうかちょっと怪しいんですけど、うん、こちら一日外出力班長あるな。たくみさんがタイトル言った途中で言っちゃったけどあるな。いやこちらですね、まあ、あの以前紹介したことあるんですけどもあの僕大好きでしてあの超最近最新刊が出ましてあ、ね、収録日の18巻が出まして、はいはい、そんなんだ、はい、結構やってんな連載、ね、すごいね。もうこれはね18巻分外出してたら早く借金返せと確かに確かになると思うんですけども、うん、まあそういうのはいいのよ。うん、まあこの話ねちょっとだけ振り返ると、はい、あのカイジのスピンオフ作品でして、うん、カイジの中であのチンチロの時に出てくる、うん、ズルをする班長っていう人がいるんですね、うん、ズル賢い、うん、味のあるキャラなんですけど、これがまあねそのいっぱいその地下労働施設で働くと、はい、その外出券ってのを権利でもらえることがあるんですね、うん、購入できる、はい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 、で1日だけ外出できます、うん、そのたった1日をどう楽しむかだけが毎回載っている、うん、その1話完結のお話の漫画でございますね、はい、でまあ18巻で、うん、まあ、とびきり良かったお話一つだけ紹介すると、うん、もう班長のお話ってどれもめっちゃ面白いわけじゃないんですよわかるなって終わるんですよ爆笑はしない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 絶対に爆笑のことないね、うん、そうなんだ。これだよなっていうなんかそのちょっと確認作業みたいなのがあるこれ聞いてわかると思うんだけど、うん、
謎に早く起きちゃった日のお話が載ってるんですよ。でも謎のそのちゃんと寝た感があるの。あ、すっきり起きちゃった。3時半とかに起きちゃうんだけど、なぜか7時間寝たみたいな雰囲気の1日のお話とか載ってるのね。でもさ、班長はさ、外出をそこからするってことですか？なんかね、一応そのまとめて撮れたりするんですよね。あ、そうなんだ。そうで、なんかもうビジホとかに泊まるんだけど、その時は目覚めちゃうの。一緒に外出した友達はまだ 寝てるんだけど、なぜかもうすっきりしていると言って、はい、外を散歩したり、公園の鉄棒で逆上がりをちょっとやってみたりとか、あとはたまたま空いてた喫茶店のモーニングセットを食べてみたりとか。あ、いいですね、モーニングセットね。旅行先でね、価値隠している一日のお話。やば。まあそういうのがいっぱい載ってますでこれ面白い話があって、僕これどこで読んだかっていうと、最近あの海外に行ってまして、行ってましたね、はい、世界の横澤というポーカーやってるチャンネルとのコラボで僕アメリカに行ってまして、はいはい、でこれ飛行機の中で読んだんですね、発売日ぐらいだったんで、で読んでたら、隣でもそのチャンネルの出演者の横澤がですね、漫画読んでて、スマホで班長読んでましたこれは、ね、仲良し、お互いびっくりした、って言って、えなんかいいよねって言ってました横澤さんも推しの班長そうなんですよね。なんでこれちょっと話したかったんです。なるほど、最近読んだ本すぎてね、確かにそれは最近読んだ本だわ、はい、ということで、まあ、こんだけおすすめしたので、僕ここに抽象化した班長書いておいたんで、いやもう分かりますよ。いや抽象化してないでしょ、ここだけここだけね、側なくてね、側はちょっと分かけないからここだけやったんで、ね、これを顔に見覚えある人はぜひ読んでみて、はい、そっくりだね、はい、カイジはまだ説明出したことなくないですか？ないです。思ったんですけど。ない。そんな気がした、うん、ね。ないね。ここまで来たね。確かに。なんかで入れないと。最近読んだ漫画じゃないからさ。確かにな。読み直してほしいですね。どこかで。じゃあ次こちらです。おお。君と宇宙を歩くためにという本をご紹介したいと思います。すごいね。表紙だけ見たことある。でしょう。多分。でも何の漫画か知らない。うん、ちょっとわかんないよね。え、宇宙飛行士を目指す2人の話。まあ。そこまではいかんな。宇宙が大好きな男の子の話なんですけど。なるほど、ちょっとそこまで具体的じゃないんだ。そうなんです、がっつりね、一応側をご説明したいんですけど、はい、まあ、これ多分最近本屋さんで見たことある人が多いと思うんです、うん、というのも、漫画大賞2024の大賞を取った作品なんですね、うんうん、まあ、私もあの選考委員をね3年ぐらい務めさせてもらってるんですけど、はい、で、まあ、それでやっぱ読んだ時にめちゃくちゃ良かった、うん、でなんでここまでいいかっていうところの話なんですけど、これ一応あらすじとしては、お勉強もバイトもなんか続かないヤンキーの小林くんって男の子がいるんですよ、うん、ヤンキー出てくるの？そう、ヤンキーで、彼のクラスにちょっと変わり者の宇野くんって男の子が転入してくるんですね、うんうん、でなんかその変わり者っていうのもすっごい自己紹介の声が大きいとか、はいはい、ギチギチのメモ、大事なメモをいつも持ち歩いてるみたいなのが、うん、そのクラスメートからしてみたらなんかちょっと変なやつだなって思われてるような子なんですよ。そう、ね、そう、その宇野くんと、まあ、あるきっかけで小林くんは仲良くなるんですけど、うん、実は宇野くんも普通みんなができるようなことが苦手な男の子なんですよ、はい、普通ができないけどそうやってちょっと生きづらさとかを感じながらも、うん、2人の友情が深まっていくみたいな感じのお話なんですね、うんうん、でこれ一応舞台は平成のお話なんですよ。ああ、それはもうちょっと前なんそうされてるんです、はい、だから高校生たちとかがまあメインで出てくるんですけど、うん、みんなガラケーとかも、なるほど、はいはいはい、っていう時代なんです。エモいね。そう、うん、ちょっとそのエモさもありながらも、うん、でもなんでその作者さんがこれは平成のお話なんですっていう風に明言されてるかっていうと、確かわざわざね、そう、この漫画の中には、うん、まあ、作者さんが書きたいと思っているテーマの一部を言語化されてない状態で描かれてるんですよ、ずっと。何だって、うん、まあちょっと難しくなるかもしれないんですけど、うん、多分読んだら、あ、これを書きたいんだろうなって思うエピソードがいっぱい出てくるんです。今のあらすじの中にもちょっと出てくることではあるんですけど、ちょっと生きづらいみたいなテーマとしてあって、それがその平成の時代だったらまだそこまで分かったりとか理解をされることが少なかったものが多分メインとして描きたいと思ってるんですよ。なるほど。だから私も読んでて、あ、ガラケーの時代の話なんだと思いながら読んでたんですけど、それもその作者さんが後書きで平成という時代にしてますと、でテーマの一部を言語化されない状態で書いてますっていう風に書いてて、あ、だから平成っていう時代でこの宇野くんと小林くんっていう2人の友情を描いたんだと思って、なるほどってすごく思ったんですよね。なるほどね、うん、なるほど、はいはいはい、すごくこう読んだ時にシンプルに青春物語としても私はすごくおすすめしたいし、うん、ちょっと生きづらさというのを社会に感じてる人とかにはよりおすすめできる作品かなっていうふうに思います、まあ、だからその漫画大賞の大賞っていうところも、ね、なるほどね、
結構刺さる人が多かったのかなっていうふうに思った作品でした、はい、なるほどです、なのでまだ本当にこの多分動画が出てる時には2巻出てるかなぐらいなんで、うんうんうん、まだ超読みやすいんでおすすめです。なるほど、大注目のね、そう、うん、確かに平成と令和でだいぶそこ変わったかもしれないね。そうなんだよね、だから平成なんです、ね、そうそう、そういうの含めてすごく良かったです。はい、はい、ありがとうございます。ハンタメではいきます、はい、こちらを紹介したことないかな。絶対紹介したことない。一条絶対紹介したことないです。本当にこれは振りじゃない。漫画でこれ紹介したことない。じゃじゃーん、あー、銀河殺人。確かに漫画初だわ。確かに確かに。これ読んだ理由がありまして、はい、Hulu で映像化、実写化されたやつ、はい、見ました。あ、見たんだ、はい、あ、ついにね。まだ見てないの、うん、見ましたよ。どうでした？良かったんですよ。うん、すごく、いや、あの、まあ、これねどこまで言っていいかちょっと難しいんですけども、うん、まあ実写化の写真を読んだ人だったら、はい、誰しも実写化で聞いた時にほー、うん、見てみたいなってなると思うんですよ。で見てみたの、うん、その映像化だからなんかいろんな部分変わっちゃってるんじゃないかとかね、うんうん、確かに変わってはないですね。あ、そうなんだ、できるんだっていう感じ。あ、すごい。そう、良かったんですね、うん、だから小説を読んだ時のあの感動を、その小説読んだことない人もその実写化から見ても同じように感動できると思ったね。改めてやっぱこの作品いいなと思いまして、うん、漫画版はじゃあどうなってんだろうというふうに、うん、まあ、次は気になったわけですよ、はい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 、確かに。でそしたら漫画版もやっぱねちゃんとねほぼ原作に忠実でして、はい、まあ、ちょっと変わってるところといえば、うん、まあ、あのよくその映像化とか漫画化される時にはあるあるなんですけど、まあ、あの男のキャラクターが可愛い女の子になってたりはします。あ、なるほどね、はい、漫画版はほぼ全員かな、もう美男美女でございます、うん、それはね、はい、そのね、見てますよ、絵を表紙とかで。ビジュアルがね、めちゃくちゃいいです。めっちゃいいですよね。そう、だからまあね、そういうので、まあ、読みやすくなってる部分はあると思う。うんうんうん、まあ、元々の本がちょっと怖いイメージだからね。うん、そうですね、うん。どれを取ってもね、10巻から8巻いいなと確認できました。うん、なるほどね。でもすごいですよね、そこまで。漫画も面白くて、うん、ちゃんとドラマも面白くて、元々原作もすごい人気でっていう。うん、それこそ SNS で感想をやっぱ見ても、うん、ドラマも面白いし、漫画も面白いし。うんうん、じゃあちょっと見てもらっていい？感想言いたい。本当はさ、動画では言えない部分がいっぱいあるから。確かにね、ちょっと次まで待って。あれがああして、うん、うまいことなってたよ。気になる。いや、すごいね。あの一文がああなってた。なんか確かに絶対無理だと思ってたけど、映像化、うん、できるようになってたねっていうのがあるから、読んだ人も見てほしいな。見ます、見ます。なんでまず本当に最近読んだっていう感じです、はいはい、最近見て最近読んだ本。じゃあ最後の一冊、中にマジで激推し、うん、一押し作品、こちら、はい、平和の国の島崎っていう漫画をご紹介したいと思います、うん、そう、わかんないね、ご存知ないですか。島へだったらまだなんとなく、ね、タイトルとしてわかる、うん、島崎っていうのは名前じゃん、名前なの。島崎さんという人が主人公です。平和の国の島崎へ、誰視点なんだろうね。国の何々ってもうさ鏡の国のアリスとか以来だマジじゃない。いや、そんなに平和の国にいる島崎さんという人への誰かの目線がタイトルになってるんですけど、わからないです全然これ、ね、私もそのタイトルを見た時全然話の内容知らなかったんですよ、はい、何って思って、うん、なんか結構表紙もちょっとこうハードボイルドっぽいというか、うん、な感じで。そうなん、なんかね、うん、私は正直あんまり読まないタイプの漫画だなって思ってたんですよ、はい、うんうん、ただこれもあのその漫画大賞の候補作で10作に残ってるやつで、うん、あ、じゃあちょっと読んでみようと思って、うん、それ読んだらめちゃくちゃ面白かったんです。うん、でそのお話はね、幼少期に国際テロ組織に誘拐というか、まあ、拉致られていて、はい、戦闘工作員になった島崎っていう男がいたんですよ、うん、あ、そうなんだ。そう、平和の国じゃねえな。そう、まあ平和の国じゃないじゃん。でそこで本当にそのめちゃくちゃ戦って本当に人も暗殺できてみたいな風にして育て上げられた島崎という男が、その30年後にそのテロ組織を脱出して日本まで逃げてこれたんです、うん、自分の故郷が、うん、帰ってこれた。そう、はい、それまでやっぱその、まあ、ある意味人らしい生活を送れてこなかった彼が、またその日本で人のと同じように平和な生活を送ろうってするってお話なんですよ、うん、なるほど。そうだから平和の国、まあ、なるほど、一般的に平和だと言われている日本っていう国に今島崎がいるっていう多分状況をこう表したタイトルだと思うんですけど、うん、誰目線よ。そう、そこ
で島崎はやっぱりそのもう平和な世の中で普通に一般人に溶け込んで暮らそうとしてるから、うん、住んでる町のカフェとかでバイトとかするんですよ。わあすごい溶け込んでしてるね。そうまずはちょっと不器用だし、うん、その日本語とかもあんまりそのもう海外ずっといたから、うん、そうだよね、ちょっと拙かったりはするんですけど、うん、真面目にすごい働くから、うん、そのカフェのオーナーさんとかもめっちゃいい子じゃんみたいな、うん、島崎くん頑張ってんじゃんみたいな言うんですけど、やっぱりその脱出してきちゃったっていうのがあるからテロ組織追っかけてきてるんですよ。はいはいはい。でたまに襲われちゃったりとか、うん、でもそこでめっちゃ島崎めちゃくちゃ強いから、うん、こう追ってきたタイを全部壊滅できる。強くない？めっちゃ強い本当に、うん、テロ組織にいた時もめちゃくちゃ強いって言われてた彼が抜けてるから、なるほど、まあ、組織としては結構な打撃なわけなんですよね、うんうん、でもまあ脱出してるっていう事実はやっぱり許せないから組織としては、うん、だから追っかけてくるんですけど、うん、そのなんだろう工房と彼に島崎が普通に過ごす日常パートのなんか緩急がすごくて、うんうん、そのだからカフェの働いてる時のお話とかってすっごいなんかほっこり系なんですよ、うん、お話も、うん、頑張ってんだよね。そうだし、なんかそのじゃちょっとお店を盛り上げるためになんか僕が今まで学んできた料理とかちょっとこういうの出してみたらどうですかって言って、うん、あんまそのカフェとかで出ないようななんかエジプトのよくわからん料理とか作ってめっちゃバズったりするの。おもろいね。でもそれがまあ逃げてきた身だから、うん、SNS とかに絶対あげないようにみたいな顔とかしてたのに、なんかお客さんがこれこのカフェのこの面白いエジプトの料理作った島崎さんって人めっちゃあやっちゃってるみたいな、どれか映り込んじゃったりとかして、それ見つけたテロ組織を追っかけてくるとか、ここだってそうそうそう。どれだけその一般の中に島崎が溶け込もうとしてもやっぱり溶け込みきれない時の孤独感とかがめちゃくちゃ面白くて、うんうん、なんかこういう漫画をあんまり読んだことがなかったから、うんうんうん、ここ最近一番先が気になってる漫画。おー読み進めてる、うんうん、まあ、今5巻ぐらいまでしか出てるんですけど、はい、超面白い。珍しいですね。そうなんですよ。でもなんかそのなんだろう、まあ、国際テロ組織みたいな島崎がいた組織とかも、うん、私たちがイメージする一般的に怖いって思う感じよりも、うん、もっと私たちの日常にもしかしたらいるかもしれないみたいな感じで描かれるんですよ、うん、そのなんだろう、そっちのそのだから敵の組織が会議してるシーンとかが、で普通になんか若い女の子が会議に参加してたりとか、うん、なんかあと普通に赤ちゃん抱っこしてるお母さんが参加してたりとか、彼らは彼らの理想的な社会みたいなものがあるから、うんうん、はい、みんな一般人に溶け込んだ中にいるんですよ、ちょっと彼らがすごいリアル、もしかしたらこの日常にもあるかもしれないと思わされて、ゴリゴリ同士じゃないと。そうなんですよ、ね、結構リアリティある感じなんだ。めっちゃリアリティある。ぜひマジで面白い、はい、いいですね。いつもと違った感じで、ね、はい、そうなんですよ、はい、じゃあちょっと私も、はい、そうだいぶ前の漫画ですけども、うん、はい、こちらです。じゃじゃん、懲役339年。あー長い。長いね。長いね、困っちゃうね、うん、これはまあね、うん、すごいちょっと今までの作品と全然変わってまして、漫画の経験がない作者の方が、うん、まあ、あるそのトーナメントがあって応募した作品なんですね、うん、だからもう絵とかはもう本当にそれまで経験がないっていうのは分かる感じなんですけど、内容が良すぎて待望の単行本化された本なんですね。そんなに、はい、でこれどんな話かと言いますと、うん、まあ、どこまで言うかこれもすごく悩むんだけど、うん、まあ、一巻部分は言っていいかなと思うんでちょっと言っておくと、うん、まずこの世界は前世っていうものがもう信じられている世界でございます、うん、である滞在人ハローという人がですね、うん、捕まるんですけども、その懲役がなんと339年。あら、ま、それでまあ339年勤め上げられるわけないじゃないですか。ない。途中で死んじゃうからね、うん、したらどうなるかっていうと、そのハローの生まれ変わりにその懲役が続けられます、うん、困っちゃう。そう、2代目が生まれてくるのね。なるほどね。で2代目もまた懲役を全うしていくんですよ、うん、はい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 、でも生まれた瞬間からもうほぼ死ぬまでほぼ何もしてないって思ってるんだけど、いやお前の前世はもう滞在人だからって言って懲役を食らうんですね、うん、大変で3代目4代目5代目とかふうに続いてくる、うん、そういうまず世界観の話なんだけど、うんうんうん、結構壮大な話でして、いろいろと調べていくと、うん、前世なんてないことが分かるんですよ。怖い。だからずっと騙され続けてるんですよ、国民というかその人たちは。なるほどね、はい、でそれに気づいた監獄のなんていうんですか、監視みたいな人が、その何代目かのハローが女性だったんですけど、すごく純粋な女性なんだけど、要するにもう罪の意識もないからね、うん、でも自分は滞在人 の, その前世があるってことをまあ信じちゃってるんだね、うん、でもまあかわいそすぎて抜け出そうとするんですよ、うんうんうん、そこで調べたら前世なんてないって分かって、今までずっと騙されていたいなってなって、うん、でもねそれがもう一巻なんですけど、うん、その女性もろともですね殺されかけてしまいます。あら、まあ、でもその時に
いうセリフが良すぎて、うん、もう皆さんにこれを読んでほしいと思ってるんだけど、うん、死んじゃう時にさ、うん、どういう言葉かけたりします？よくあるのはお互いもうこの場で死んでしまいます、でもまた一緒になりたかったらどうする？あれじゃないですか、やっぱ来世でみたいな感じですか？そう、うん、でも俺には来世でまた会おうなんて言えねえよっていう、あだって前世なんてないことなんですよ。めっちゃ良いでしょ。あ、その流れでそれね。そう。でこれは本当に言いたくなかったから、うん、この部分はまあ一巻のいいとこだから、うん、でもここまで行って初めてなんかまあ絶対読んでみたくない？確かに、うん、ちょっと行ってみましたけど言っちゃったね、はい、いいと思う。まだ続くんでこれはだいぶ、はい、よかった。ということで、まあ、あの全然今までと違うやつですけども、いい、ね、なんとなくね、すごいその純朴な絵に惹かれまして読んでみたらめちゃくちゃ良かった。設定もいいね。ね、良いね。そう、どうする、前世で悪いことしてましたって言われて、知らん知らん、逃げる、知らん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 、みんなでももう信じられてますから、みんなやだ、そういうもういるのよ、調べる人たちが前世をちゃんと調べて、あなたたちはい、なんとかですねって、出世も全部それで決まります。やだやだでしょ、うん、でもこの地獄が続いてる漫画でございます。あ、ということでこちら普段紹介してる漫画でした。本ため、なんかいいっすね、なんかね、いいね、ね、いいね、うん、ちょっと知ってるやつもあったけど、何ですか、班長、班長もう忘れ、もう一回、もう一回やろうと思った怖班長、班長って何だ、新刊出るたびに一条も気になってるけど ね、 そうね、一条も面白いんですけど ね、 ね、まあ、やっぱちょっとなんかまあ出先に行くときはなぜか班長見たくなるな、なるほどね、まあ、お出かけするお話ですよね、なんだろうね、飛行機で読んじゃうんだよね、やっぱね、そうなんだ、前回も飛行機で読んだ気がするちょうどいいですね、飛行機で読みたい漫画、班長です、班長の1巻2巻3巻いい企画ができるかもしれない、はい、うん、はい、ということで最近読んだ漫画6000でした、はい、ありがとうございます、はい、ということでこの動画を面白いと思ってくれた人は高評価、チャンネル登録、コメントよろしくお願いします。あと公式の X、Twitter もあります、はい、ご登録よろしくお願いします、はい、X と TikTok？ あ、でも同じこと言ったね、そうね、今じゃあ TikTok って言おうとしたんだよね、あかり、あ、ちょっともう SNS のことはあんまよく分かんないもんね、ちょっと分かんない、ちょっとおばあちゃんかもしれないX と TikTok があります、はい、お願いします、登録、今回ご紹介した漫画は概要欄の方にリンク貼ってありますので、気になった方はそちらからポチってみてください、はいはい、ということで次回またお会いしましょう、バイバイ。今日は新刊からそうでない作品幅広かったですね、はい、うん、そうですね、結構気になったのは割と新刊出る日とかチェックしてるんです、しますよ、うん、ちゃんと SNS で、そうですね、あ、じゃあ次班長何ヶ月後だとか、まあカレンダーに入れてるし、カレンダーやの本当に好きじゃんさて最後読んだら次の巻の日にちで書いてあるじゃん、あー書いてありますね、うん、そこまで電子書籍で読むから瞬間で読めるから、でも DMM だと通知とか来ません、通知まではやってないな、新刊の入荷みたいな、たそうそう、メール多分あれ止めてないから私すっごい来るんですよね、それ何個かやって大変なことになるよこれ、もうボン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 ってすごい来る、すごい来る、そう好きね、それがもう漫画好きの日常です、ね、でしかもそれでさ通知あ来たって思ったらさ数日後に入荷ですって書いてあってちょっとぬか喜びさせられる時ある、はい、あそういうのもあるってことね、悔しい、あれなるほど、うん、ありがとうございました、はい。